どこやったっけ、ここやったっけ、ここでございます。はいはい、わかりました。はい、これあの藪入っていかないからしいですね。さてさて、今日は重装備で来ましたから、これ重装備で、これはほんまにいけるのかね、これ上から落ちそうらしい、この枝もなんかね、ちょっと行ったら道がありそうやからね。ほんま生きると思う、これもう枝だらけやって。田中さんの話を信じて行きましょう。もうね、ずいぶん前から経営さんからこれ行ってほしいことでね、あの受けてたんだけど、リクエスト。こんなとこ田中さん行ってはんねんな。おいおい、これほとんど人歩いてないね。ああ、なんかこの辺から道、はいはい、歩いた跡ある、歩いた跡というか、いやそれでもない、やぶやな。15メートルほど行ったら道がある言われたけど、ずーっとやぶになってる、これこの道は続くんかね。ああ、やっとなんかね、土砂がなくなったという感じやわ。だからナビはあそこはあの道を走っとるからな、これじゃなくて行かれへんはずやわ。ほら、この辺から上がってこれんちゃうの、これこれねはええけどさ、昔聞いた話やったらな、階段があるって聞いたんやけどね。階段はどうなってんだ、ちょっと上がると。こんな時間かかるかい。ほんであれが見えないね、階段が全然。あら、ここに165号春宮天皇妃陵右、まあこれは階段はほとんど下の方ないんだわ。あの写真見るとね、階段ばっかりいっぱいあんねんけど、下の方は全然撮ってくれてないね。ほら、素晴らしい階段だ。これがこの階段がまたすごいね、あの上まで。どうやら200段300段あるんかね。さあ上がろう。よし、上がるでしょう。これ92段もあるか、これ。しんど。
あ、到着ですか。はい、ありがとうございます。250万。大変。いやー、来れました。これでね、リクエストはもうこれ最後のことだったんじゃないですかね。最後のリクエストでございましたね。これどうしても来ないとね、リクエストで困らんで困ってまして、経由さんありがとうございました。これ最後なんですからね。一応ね、マウンドはあるんやけどね。ほな、降りとこか。やっぱり30分かかってますね。ほらほら。降りるは20分ぐらい降りるか。20分で。重装備やってなんやかんやいっぱい荷物持っとるもんでね。重たくて。この最後の階段がまあきついね。これ250段あるんだけど、きついわ。これ奥が見えないもんでね、余計きついんやって。ああ帰りは楽や。これ石の階段を見に来るだけでも値打ちあるね。すごいこと。階段マニアにはたまらんねやな。これこんなんですよ。ここ左に曲がってますからね。あの踊り場のあとは左ちょっと曲がってますね。でこれ下はずーっとこうまっすぐ行って見えないんですよね。だから上から下見たらね、階段ちょっと下ってみたいなと思うね。これ思いますね。これまだ下見えないやからね。わ、これいいね。これはいいわ。この階段の曲がり方すごいね。いいね。右左曲がってね。ほら最高や。でこれが踊り場までまっすぐやろ。もう基本的に古墳のね、周回はずっとやってたんやけど、もう今回で終わったんで周回するのね。今日でもう最後でございます。まあ半周ぐらい回るけどね。まあ記念する日でございます。ああ回りましたよ。随分回ったね。大型古墳がほとんど回ったか、近畿は。ああ見えない、ここからは。あら見えないか。これもう一段、もう一回やね。これもう一段降りて、これは誘われるね、この階段見ると。すごい階段でございます。いやー、これでね、古墳の周回全部ね、今日で終わりですから。いやー大変でした。もう1年ほど前からね、この春日宮天皇妃陵がね、1年もっと前かな、1年半以上前かぐらいにね、リクエストいただいて、何回か行こう通ったんやけどね、どうもね、車のナビで山の中やからちょっとね、来れなかった。ほんで去年何回かトライして、一回、上から一回、下から一回、あと前回が下から一回、前回はもうあの藪はね、入れないいうことで、断念したんですよ。今日はね、それをね、打ち破るほどね、いい情報をいただきまして、田中さんからね、あの藪越えたら道あるで、言うて。あれ聞かなかったら来なかったんだけどね。もうやめて終わりしたかったんだけどね。ああ、はははは、降りてきましたか。
これですからね、250段ほどありますけどね。展望の道、はい、ここから行きそうやけどね。ああ、あかんか。橋がないか。ここに見ようさ。ああ、やっと帰ってきました。ああ、どうぞ。ああ、行くまで引っかかってる。これは大変。おそらくね、あの辺にね、道があったらいいかなので、今、見に行ったんやけど。道があんねんけどね、その道ずっと降りてね、来るやね。あ、ここから上がれんちゃうか。ほれ、 U ターンします。続いて左方向です。ここから上がれるんやわ。わかりました、わかりました。まだこっちの方行きやすいわ。お、あー、ここね、はい、あれ道あるから、はい、ここから全部行きますよ。このね、お家のある横からね、入っていきますよ。だいたい往復で1時間やね、ちょっと休憩して。はい、ありがとうございました。春日の宮天皇妃陵でございました。まあ、夏は無理やね。冬だ、のみでございますね。はい、ありがとうございました。